はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？今日はご報告の動画になりますね。今、ライブストリームを中心にですね、こちら、OS モデル、高則さんのね、やつやりかけてます。これからね、動画撮ったら、夕方のライブストリームに入ってて、このね、今日、グリス入れたんで、もうちょっと揉んで柔らかいのを確認しつつ、このヒールとパームをね入れて、ここをストラップつけて完成という格好ですけど、最終的にはもう一回揉みますけどね。まあこれをはじめちょっとご報告、まあこれはまあライブストリームでやるんでいいんですけど、順番で言うとこれかな。いくちゃんさん多分来週いらっしゃると思うんで、キュッ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 、だいぶねいい感じですよ。公式のボールだとだいたいパチンってね入るようになってきましたけど、だらだら報告するだけですよ。メンバーさんの動画だからね、うん、いいね。あ、軟式だとちょっとね弾く時があるんで、入らないな、ゴールちょっと厳しいか、入らないことはないな、うん、こんな感じね。で、これはもう取れる段になってきたんで、こうこのグラブ片付けボール、ワールドペガサス、これでぼちぼちこう触ってれば週末ぐらいですね、もうちょっと柔らかくなる予定ですね、うん。どうかなあとなあ。いいですね、このキップレーザーね。はい、まあうち来るお客さんも見て、すごいねっつってね言われるね。うん、これそんな感じで、いくちゃんさんいいですか？うん、いらっしゃる前にね、なんかあったら言ってくださいね。それから赤だるまさんは来週かな、来週じゃない、来月かな、どうだろう。ちょっとまた予定をね、あれしますけど。これぐらい。これ手強いね。うん。まだこれは、もうちょっとパンパン、叩く段階ですね。だいぶ、頑固なところが取れてきましたけど。それでもこれパン、うん、すごいね、この張りがすごいね、革のね、うん、だいぶチカチカになってきましたけど、これもだからボールを取ってみると、これパンパンだから、さっきのいくちゃんのやつよりも取った感じがね、あれどの辺かなっていう、まだ硬いんですけど、でもシェイプがね小ぶりでキュッとしてるんで、飛び出にくいな、飛び出にくいですね。軟式でちょっとやってみましょうか。ほら、奥でも手前でも、あ、ちょっとこれ弾くけど飛び出ないですね。これもだからさっき言ったみたいに、このあ、でもこれ早く赤だるまさんに触ってほしいですね。このフィンガーループ、タネルループですね。これがあるんで、ちょうど今私の指はスポーンと入るようになりましたけど、赤だるまさんのね、華奢な指がここにうまく収まるように。まあ、これで調整すりゃいいんだけど、あれ、これって調整できるのか、これ。あ、これ別だな。これは調整できないのか？そうやって言われたらちょっとあれだな、不安になってきたな。あ、できるか。こっち。ちょっと待って、調べてみます。よいしょ。そうだ、タネルループの調整のことね、ぼーっとしてたね。これどっちかな、上っ側のやつかな。これはこれでしょ、これはちょっと待って、
これはこれだね。これは、あ、そうだそうだ、こっちのレースでこのループのこれね、こっちの上側でループの大きさをこっちへ、あ、これ指入らないな、これどうやって、ちょっと遠いぞ、難しいな、これ考えておかないとダメだな、楽にできる方法、キュッ、あれ、こうやって引っ張るしかないね、こっちから引っ張るとだって普通の、あ、引っ張れた、あれ入ってるのか、あ、これこっちだ、あれ、あれ、キュッ、あれ、これこっちが、こっち来ないか、硬いな、おい、そっか、この調整こっちから入れてもいいのか、この調整を考えてなかったな、単に引っ張ってもダメだし、なんか長いのでつままないとダメか、はい、ありました、長いやつね、うん、これだったら届くんじゃないか、届く、で太いな、これ、よいしょ、よいしょ、うん、ほら入ってたでしょ、だからこれ入れて、あ、でもこっちの指もあるんだな、これなるべく広げときますね、そうだ、先に広げとけばいいんだ、で、こっち引っ張ればいいのか、よいしょ、いや、赤だるまさん、ここでつまずくと思わなかったよ、俺、で、これ、あ、うん、広がった、広がったけど、こっちか、今度、広がりました、ここね、あ、潰れてるな、あんまり広げすぎて、はい、こんな感じですね、あ、いらっしゃい、あ、ワクタさん、いらっしゃい、はい、ここまでやりました、あ、そう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 、だからこれ話して、これ、これ、変えられましたんでね、ワクタさんね、こっち側で調整しましたんで穴大きくなりました、あれ、こっち見えるかな、うん、うん、これなら、赤さんも入ると思いますね、はい、じゃあこちらの調整はこれでしょ、で何の話してたっけ、あ、そうそう、であとはまあ、近々いらっしゃるでしょうけど辻井さんね、辻井さんのやつ、これやってないよね、これはグラブだから割とね早いですけど、辻さんここはあんまり曲げないって言ってたかな、うん、で軟式だと、まあ柔らかくなってるけどパンパンだけどね、これポケットね、ワールドペガサスだからね、かっこいいねこれね、うん、うん、これと同じ、まだ皮はねガチガチなんだけど、シェイプがいいんで止まる、スパッとね、こう奥でも手前でも奥でも手前でもで真ん中ね、これゴロ取れるんじゃないか、あ、これはゴロ入るよ、ほら、おお、おお、でほら
指先も効くし。辻井さんもうちょっとね、ここ掴んだ感が出るように、これもやっていきますけど、だから重点的にこれとこれね、まあ、特に来週のいくちゃんさんね、これ頑張ってやりますよ。あ、いけるな。でも音がバシッて来ないから、またキャッチボール、いくちゃんさんね、肩治ってキャッチボールできるといいんだけど、痛風出ちゃったからね、お大事にしていただいて、また他のメンバーとキャッチボールして、もうちょっとパシッとくるようにしときますんで、って言ってもあれか1週間しかないから、来週誰か来ないかな。ということでございましてですね、今日は、はいはい、片付けならしのご報告で、ございました。でまた前後するけど、一応時系列的にはこの後ね、楽しみです。これは先に仕上げちゃわないとダメなんで、高則さんのね、息子さんが使われる、こうね、こういう閉じ、ヒール入れてね、ここら辺が勝負になってくるけど、どうなるかって感じですけどね。はい、簡単ですが、途中でね、お客さん来たけど、ご報告でございました。ありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。